京大阪と初めてのコンサートを行いました聖子ちゃん。幕が上がるまでは歌手になったことを悔やんでいたけれども、幕が降りた時歌手になって本当に良かったと感じたそうです。私は頬を染めてもじもじしていたけど、心は答えていたの。とても好きよ好きよ、愛してるの心から、恋するハート私は スタートがあります。